初中お見舞い申し上げます。こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております男女コミュニケーション心理師、小室です。小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング、トータルボディケアココア提供、沖縄県 FM ギノワン、神奈川県 FM ヤマトの2局ネットでお送りしております。こんなことを言ってませんか？これだから若い人は、もしかしたら言葉にしなくても心の中で言ってるかもしれないこの言葉、これを脳科学者の西剛さん、西剛さんとお読みするのかな、解説しておられる。これをたった一言変えるだけで、言葉の最後、会話の最後に添えるだけで、人々がやる気になる言葉、特に Z 世代に使えるよっていう一言をインターネット記事の中でお話しされてたので、これはぜひお話ししたいなと思って。どんな言葉だと思います？これね、言いますよ。でもそれはあなたの自由です。つまりね、いわゆる Z 世代が最も嫌うことの一つが価値観の押し付けなんだそうです。当たり前はこういうもんだとか、こうあるべきだ、こうするべきだみたいなことだと思うんですけど、これらが Z 世代、若い人たちが苦手、嫌うことなので、でも最後の最後でいろいろなことを話してきましたが、でもやるかやらないかはあなたの自由です。最終的な判断はあなたに任せます。最後はあなたが望むようにしてください。冒頭に一言付け加えるのであれば、強制的ではないんですけどねっていう、こんな自由を担保するような言葉を使うととってもいいんだそうです。これ専門用語で BYAF4 But You Are Free、 これの略語なんだそうですけれども、伝えたいことは伝えるけれども最終的な選択はあなたに任せます。この相手を尊重する態度が人のやる気と信頼感を上げてくれるという研究結果もあるんだそうです。確かにそうですよね。あなたの自由ですって言われたら、逆にあ、やらないと自分は変われないんだななんていうふうにも私だったら感じますね。私も今後のセミナー講演で、最後はあなたの自由ですというこの一言をつけていきたいなと思いました。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。この言葉聞き覚えありますか？不同意性交罪。これ7月13日に新しく新設された刑法なんです。これはぜひ知っておいていただきたい。夜サプリ的に簡単にお伝えしていこうと思います。そして毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは子宝鍼灸師市毛真也先生です。市毛先生、今月お休みいただいておりますので、これまでお届けした内容からとっても大事な回を再放送させていただきます。このコーナーも人気ですよ。占い癒し所八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による占いサプリ。今週はハッピーバースデー、小室ゆりさんおめでとうございます。誕生日プレゼントに欲しいもの、
私が本当に欲しいのは時間です。時間ください。はい番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談お待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。気になるサプリ、これは気になる。7月13日性犯罪の規定を見直す改正刑法が施行されました。そして強制性交罪が不同意性交罪と変わったんですね。新設されたとも表記されます。この不同意性交罪とは、被害者が同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態での性交罪、性交等を問う罪のことです。これをお話をしていこうかなと思います。私もまだまだ勉強中ではございますが、大体こういうことというのを我々一般レベルで知っておいたらいいよねという感覚でお話をしていこうかなと思います。今までの強制性交罪って、被害者の抵抗を著しく難しくしたような場合に成立すると解釈されてたんですけれども、この被害者の嫌です、したくない、やめてって、この程度が争われることが非常に多かった。この嫌だっていうことを証明することもまた難しかったんですよね。この不同意性交罪、このようなことを満たす場合に成立するとされてるんです。いずれかの行為、性交等をしたこと、性器を使った性交、肛門を使った性交、口を使った性交、また、膣や肛門、体の一部に物を挿入する行為、かつ猥褻なもので、プラスこれらに該当する。これは簡単に説明しますね。相手が同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせた。暴行、脅迫、心の障害、体の障害、アルコールまたは薬物を摂取、その影響がある。睡眠、その他意識が明瞭でない状態にさせる。つまりこの番組でも言ったことあると思うんですけど、ノーミンズイエス、ノーと言ってないからイエスでしょはもう通用しないよっていうことなんです。ノーと言ったらノーなんです。イエスと言ってなくてもノーなんですっていう考え方になったんですよっていうことを覚えておいていただきたいと思います。だから変な話ですよ、酔っ払ってホテルに連れ込んでやっちゃうみたいなことが、これ訴えられたらアウトだよっていうことになったんですよね。いいじゃんちょっとぐらいとか、逃げ道をなくすような恋愛スキル、その追い込んでいや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 何にもしないから、いや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 入れないからみたいなのが完全にノーになったっていうことなんですよね。今ざっくり話してますけどね。そしてこの不同意性交罪、これも大切なところです。13歳から16歳に性交同意年齢が引き上がりました。今までってこれも知らない方結構いらっしゃるんですけど、性交していい、つまりセックスしていい年齢の
判断ができるできないは13歳だっていうふうに決められてたんです。でも考えてみてくださいよ、13歳の子供が大人から迫られてノーを言い続けられるか。私は個人的な意見ですけど無理でしょって思うんですよね。あともう一つ、これもぜひ覚えておいていただきたい、16歳未満の者に対するグルーミング行為を禁止する。このグルーミング行為って何なの？わいせつ行為で近づいて手なずける、お菓子あげるからこっち来ない？手なずけていく、その目的がわいせつ行為であることをグルーミングと言うんだそうです。これは調べてみていただきたいなと思います。具体的にはインターネットで出会った16歳以下の子にねえ会おうよ会おうよとか、わいせつの写真送ってよとか、お金あげるからさホテル行こうとか、こういうことを指すんだそうです。もう一つ大事なことがありました。盗撮罪を新設してます。相手がイエスと言ってないのに勝手に撮影をして、それをわいせつ目的で使うこと、これもアウトです。盗撮行為を処罰する、撮影罪が適用されます。だからここで防止できるのは、自分が望んでいない性的な姿を撮影されたらこの撮影罪が適用される可能性があるってことですよね。この自分が望んでいたかいないかっていうのが大事。自分が望んでいたかそうでなかったか、このそうでないっていうのが今まで立証、証言、証明するのが難しかったけど、今回の強制わいせつ罪から不同意性交罪に変わったことでこれも可能になってきたっていうことだと思うんです。簡単にざっくりとお伝えしましたが、 AV 新法の時もそうだったんですけど、なんでこの法律ができたのか、その背景にはこういったことで被害に遭っている方の声が多いからこそ、これは法律で変えていかなきゃダメだよねっていうことにつながっていると思うんです。ただただ変えただけではなく、その背景にある被害者の声があるんだ、そこに被害を受けた方が今でも苦しんでおられるんだっていうことを私たちは考えて忘れてはいけないことなんだと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。
USB プロファイラーの下り構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ、ご担当いただくのは小宝恩灸をしておられます小宝鍼灸師一毛真也先生です。本日は一毛先生お休みのため、皆さんにとって大切なお話を再放送させていただきたいと思います。それではお聞きください。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ30回目の今日は男性のブライダルチェックについてお話ししたいと思います。先日リスナーの方よりメッセージをいただきました。35歳以上になると精子の動きや質が落ちると聞きました。婚活をしようと思っていますがブライダルチェックをした方がいいですか、というメッセージでした。メッセージありがとうございます。このようなメッセージをいただくと、まあ、本当嬉しいですね。これからもぜひよろしくお願いします。はい、精子についてもやはり老化の影響というのは正直あります。わかりやすく言うと精子を作る場所、それは精巣というんですね。で、その精巣は生涯を通じて精子は作られるんですが、若い時と比べると実は精巣の大きさも小さくなります。伴って精子量も減少して運動量も低下します。さらに精子の奇形も増えてしまうんですね。不妊の原因は実は男性も女性も半分半分です。決して女性だけの原因ではないということは強く頭に入れてほしいと思います。それで男性の不妊の原因についてですが、まず精子を作る過程に原因がある場合、あとは勃起不全などの性機能に原因がある場合で、もう一つ最後に精子を送る通路に原因がある場合と、まあ大きく3つあります。で、実は先日も男性の方より相談がありました。で、その方は勃起もできてセックスもできるんだけど、まあ、精子、まあ、射精ですね、射精がうまくできないという方でしたね。で、結果的に、まあ、早急に医療機関の受診を進めまして精密検査をした結果、造成機能障害、つまり精子を作る過程に原因があるということに気づけました。これ発見が遅れていたら精子を作ることができなくて本当に手遅れになるところでした。で、その後精子が見つかりまして、体外受精のステップアップっていうところの望みに、つながることができたんですね。で、そして今後は鍼灸治療をタイミングに合わせながら併用して進めていくという方針です。鍼灸治療は体外受精と併用することで受精率、まあ、妊娠率が、まあ、上がるというデータも取れていますし、実績もありますので、これからが、まあ、楽しみですね。で、また男性のブライダルチェックというのは基本的には自費になることが多いです。まあ大体医療機関によってもばらつきはあるんですけども、およそ3万円とか3万5千円、4万円というふうに聞いておりますね。これも医療機関によって様々ではあるようです。まず自分は大丈夫なんだろうか、もしね、年齢的にどうなんだろうかとか、なんかちょっと精子の量が少ないようなとか、最近あんまりこう勃起が続かないとか、そういうような疑問に思ったら、まず専門の方に相談してみることが大事です。もちろん私の方でもメッセージをお待ちしています。その際はホームページからの問い合わせでも結構です。はい、それでは今日はここまで。あのことをもっと聞いてみたいとかいう方がおりましたら、いつでも
ご連絡ください。連絡先は、ココア新旧、KOKOA 新旧で検索してみてください。メッセージお待ちしてますね。それでは、バイバイ。市毛先生ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。全国で占い講座が大人気、占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。八雲先生、9月6日そして7日新潟で初の鑑定会があります。ご予約もお待ちしておりますよ。今週も12星座で占っていきます。テーマ、ハッピーバースデー。ゆりさん、誕生日にプレゼント欲しいもの、ありがとうございます。私が誕生日に欲しいもの、それは時間です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、おひつじ座の本能は火星のように燃えるのよ。ホットローションで、さらに熱を感じて暑い夜過ごしましょう。おうし座、美容効果のあるジェルタイプのボディジェルが欲しいの。お肌に塗ってもちもちっとした私、触れてほしいのよ。双子座、指先につけるタイプの天下のイロハがいいわ。使い捨てで小回りも利いてとろっと溶けちゃいそう。ガニ座、スケスケな裸エプロンで作った手料理食べてくれる？もちろんその後は私、どうぞ召し上がれ。獅子座、ふわふわのファーがついた手錠を、エロくてゴージャスでしょ。ちょっとよそ見をするのはやめてよ。私が誰よりも一番でしょ。乙女座、メガネをかけた OL 風のコスプレどうかしら。服が乱れてどんどんエロくなっていく私、見たいんでしょ。天秤座、アンダーヘア用のシェーバーってあるのよね。お互いに綺麗に剃っておけば美しいエラスの世界へたどり着けるわ。サソリ座、サディスティックに手つながついたタイプの首輪がいいわ。心も体も一つになってあなたとずっと一緒にいたいから。イテ座、あなたには一番いいところに触れてほしいの。そのディルート狙うところは分かってるわよね。ヤギ座、ここシャネルのコンドーム売ってるなんて知らなかったわ。贅沢な気分で味わいたいわ。水亀座、あなたとの暑い夜を GoPro で撮ってみたらどうかしら。
寂しい夜はそれを見てあなたを思い出すから。魚座フェダータチオの筆がいいわ。私というキャンバスにアーティスティックな筆さばきを感じさせてほしいわ。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット八雲漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆担当は占い界のブラックジャック波佐間九郎さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。この番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスのお話伺っております。私も BNI のメンバーとして早9年を迎えることになりました。9年迎えてもやっぱり、なんで BNI 始めたんですかって聞くのってすごく楽しいんですよね。なんでかっていうと、話している方のお顔がワクワクしながらお話をしているっていうのがすごくわかるので、ぜひこれ聞いてる人も使ってみてください。なんでそのお仕事始めたんですか、会話が弾むと思います。土曜の朝は小室ゆりと過ごしましょう。毎週土曜日朝7時から10分間、キス FM 神戸でお待ちしております。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング、トータルボディケアココアの提供でお届けいたしました。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。過去を悔やみ未来を案ずるのも結構だが、行動できるのは今だけだ。アメリカの心理学者アブラハム・マズローの名言です。あの時ああしておけばよかった、ああしなければよかった、言うのは自由ですが、言って今を動かなければ未来は変わりません。だからこそ今動き続けることが大切なんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から